日本兵庫県兵庫県庁兵庫県庁舎,庁舎兵庫県庁舎は日本の都道府県の一つである兵庫県の政治を司る県庁が入居する庁舎の総称である所在地は兵庫県神戸市中央区下山手通り五丁目一番地十号神戸市中央区の下山手通り沿いに西から西立て1号館二号館三号館が立ち並び二号館と三号館の間に 兵庫県議会の議会旨がある。1号館から3号館は春工時期こそ異なるが、すべて三谷安義光が設計した1号館のデザインを踏襲しており、3つこのように並び立っているのが大きな景観的特徴である。神戸市営地下鉄県庁前駅を挟んだ南側には1902年から1964年まで本庁舎として使用されていた。 登録有形文化財の兵庫県交換があり、迎賓館と県政資料館が併設されている。兵庫城跡。最初の兵庫県庁の地の石碑が立つ兵庫県の県庁舎は1868年5月に県が成立した当初、現在の兵庫区中野島にあったかつての兵庫城、跡地である大阪町奉行所の金番所に置かれた。この地には、 現在、初代兵庫県庁の石碑が設置されている。1868年春行の二代目庁舎三代目、庁舎同年9月には、坂本村に二代目庁舎を新築移転したが、1873年には、県令、神田公平が合併により広大化した兵庫県の事務処理能力拡大と空白地域振興を画策し、下山市通にあった当時のオランダ領事、 コルトハウスの邸宅を購入して三代目庁舎とした。四代目庁舎ハットリ13県政下の1899年には、以降60年にわたり、県政の中心地を担うこととなる、山口藩六設計の壮麗なルネッサンス様式の四代目庁舎が、旧コルトハウス邸の三代目庁舎隣接地に寄港し、1902年に落成して移転した。 山口藩六設計の四代目県庁舎は1945年3月17日の神戸大空襲で外壁のみを残して消失し、1948年から1952年にかけて再建、改修された。しかし、元から広大な県道を有する県の事務は戦後復興の進展と共に増大し、四代目庁舎の向かいにあった。 県立第一神戸高等女学校の校舎を借り上げた仮庁舎の周辺に11の分庁舎を設置するも、機能分散に伴うサービスの低下が問題となる。そのため、第一神戸高等女学校跡地に5代目となる新庁舎を建設する方針が1960年に決定され、県庁内の組織として総合庁舎建設工事事務所が設置された。 古代目庁舎の設計は、永前課長の三安義光が、県の施設は、県が設計する。外中はしないとする方針の下で、永前課が行い、地上13階、地下2階の鉄骨鉄筋コンクリート造りで1962年7月に着工、1964年6月の本庁舎落成、供用開始を経て1966年3月に別館、 西岳部分を含めた第1期工事が進行した。この5代目本庁舎落成に合わせ、旧本庁舎は南庁舎に改称された。1970年12月には、第2期工事として2号館及び2階棟が落成し、本庁舎が1号館に改称される。2号館の最上階には、日照旗と1号館の落成を記念して制定された、兵庫県機のレリーフが設置されている。 南庁舎は1983年に県庁舎としての使用を終えるが、大改造工事を経て1985年に兵庫県交館と解消され、迎賓館及び県政資料館として利用されている。1990年、2号館の議会棟を挟んだ東隣に3号館が竣工した。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、 神戸市内の多くの建造物が大きな被害に見舞われた中で、県庁舎の被害は比較的軽微に止まっている。2003年、2号館屋上を芝生で覆って、屋上緑化し、緑展望園として一般開放した。県は、本庁舎1号館、2号館、議事棟、県民会館、西館、別館の老朽化、耐震性の問題などから、大規模な再開発を計画している。 2019年9月3日、熊県号をはじめとする建築事務所3社を再整備、事業者に選定し、2025年には1号館跡地に行政旨が完成し、おおむね5年をかけて商業施設を兼ねた新庁舎を順次完成させていく計画である。1号館、2号館、3号館、2号館と兵庫県、議会旨、いずれも1970年落成1から3号館は、 地下通路でつながっている。1.3階の連絡通路で1号館とつながっている。2号館13階、緑展望園神戸市営地下鉄、精神、山手線県庁前駅下車すぐ、もしくは JR 神戸線、阪神本線元町駅下車、北へ徒歩8分。兵庫県県民局及び県民センターの管轄区域図。点線は、旧節穀区、摂津国。 丹波国、張馬国、田島国、淡路国、備前国、三正加国の国境。1、神戸県民センター2、阪神南県民センター3、阪神北県民局4、東張馬県民局5、北張馬県民局6、中張馬県民センター7、西張馬県民局8、田島県民局9、丹波県民局10、淡路県民局県内各地の総合庁舎及び、 主要な視聴者を挙げる。詳細は各県民局、県民センターの項目を参照。上記のほか赤視聴者、西脇視聴者、山崎視聴者が設けられていたが、2001年の10、県民局体制発足時に赤視聴者は健康福祉事務所、西脇視聴者は健康福祉事務所と農業普及改良センターのみに機能が縮小された。山崎視聴者は廃止時に 思想史が全館を買い上げ、現在は思想史役所北庁舎として使用されている。ありがとうございます。